姿が見られてないのはだいぶ人外味高いよな。っていうことで、姿を見られないようにしたいと思います。クルーメイトです。すぐにみんなから逃げちゃうんだから。こっち。扉が閉まるところのタスクをね、早めにやるのがいいね。危ない！少ないな。赤めた梅剣ネロとドロップシップ脇。あれ？アイブリさんと筋トレ、スナパイさんがカフェの下。おい、おい、ちょい早いけど、だいぶ早いですよ。最初のボタン誰でしたっけ？スナパイさん。スナパイさん。これいいボタンだな。お、少ないこれ。うん、もっといいよ。赤目だとキッチン焼き、梅健さんもキッチン方面に走ってった。宿舎でポンポンやりますか。あ、やばい、エイムが終わってる。ほい、ナイスアベレージできた？すぐ全然抜けそう。終わった？終わってないよ。早くないっすか、ボタン。いや、ちょうどよかったっす。おい惜しい。あとゲンさん、ゲンさんには次集まるな。梅剣玄と通信脇かな。あとそこがいたな。開けろ。ネロちゃんが下、ハイブリさんが右。梅剣さんの死体が温室の上のとこ、通路の上。僕は左側、ミーティング側からの動線で発見です。はい、ブリハタゲンにキルできないと思います。僕は梅屋さんはアッパーならできるぐらい。梅剣の方はできないんじゃないですかね。私の認識はハイブリさんとハタサコさんの後ろにずっとついていって、でハイブリさんが右、ハタサコさんが上を直されてます。で私はそれを両方見た人間なので、私がこの2人に蓋をしている状態です。さて、アッパーの中にから上行きましたよね、多分。いや、アッパーから俺は上部エンジンのタスクだけして、今原子炉のはしごの上にいる。あ、そうだった。だからコースのところでぐるぐる回ってたんですよ。そう、だからそっちにお肉になった人がいないと宮さんは無理だから、まあ、リアクター直した人、リアクターの中にいる誰ですか。はーい、はーい、左は俺。あ、そうですね。ネロちゃんはでも展望から下に降りてったよね。そう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 、温室行ってからリアクターになったから行ってる。だから結構近い位置にいる。他の人の位置聞いてくるかな。はい、キッチン、アベミーティング前、うん、ブラッシュゾーン。スナパイさん、キッチンの扉どうなってたか分かります？閉まってたと思いますよ。一応僕の死人でも閉まってました。はい、魚片面焼きまで終了のドア3個キノコ叩きで終わる。誰の死人はないのかな。ないね。新脇が名屋源あったそこだっけ。ハイブリッドさんか。いや、俺はね、温室で藤宮くんと湧いて、すぐに展望の方に上がってネロちゃんと合流。そう、俺は上部エンジン脇でハイブリッドさんと会ってる。扉開けてる。通信湧いてるのと俺とゲンさん誰でしたっけ。梅剣さんいた。ガッパーですね、ネロちゃんと一緒に。梅剣さんいたかも。いたっぽいよね。で、一緒にさ、降りたっすよね、俺ら多分。そう、だからやっぱり梅剣さん右だわ。
やっぱり三重さんは陽気かな。いや右だけど下に降りたじゃないですか。通信に行ってなくないですか。え、そうやっけ。いや玄梅明の順で3人で一緒に降りてったじゃないですか。上部園はいはい、そこそうそうでしょ。僕が慎太郎くんで会ってる。いや梅健さんが住んでるわけだろ。梅健さんがどこ。その音質の上に行ったのか。だからまあ展望のはしご下ちょい左下みたいなイメージです、うん、ちょうどキノコがあるぐらいの場所です。慎太郎が右じゃなくてその、うん、そうだね。おい、はい、はい、通信室の下側の入り口前に鳩坂をしたいです。じゃあスナパイアカメタがむずそう、うん、スナパイアカメタが今展望台の方にいるはずです。はい、僕がいた時にはメタちゃんがいてました。私はその2人を最後に見えて終わりです。フジネロブリも無理、うん、ミーティング。フジネロブリから安倍明也しか残ってない。え、スナパイさんって展望どうやって来ました。僕はね、アッパーエンジン脇の鉱山やってからのです。僕下入力してて、俺スナパイさんが右側から来たように見えてんすよね、入力の機械の。あ、ベントってことですか。あー、メタちゃんがそういうこと言うのか。ただ僕も開いてるから上からぐるっ なんつうんですか、うん、あえて右側行ってスッて左に行くパターンもあるかもしれないけど、スナメタどっちが先に来たかも知らないです。もう来た段階でスナメタ2人。ああ、メタちゃんって入力情報言えます。入力情報は1回ミスって、あ、上側入力されてなかった。あ、どうだろうな。あ、ちょっとメタちゃんのマットがあるので、ちょっとあんまり話半分ぐらいで聞いてほしい。え、キル自体にはその2人は関われるんですか。僕視点はメタちゃんが先にいたので、僕が先にメタちゃんが切って戻ってきたはあり、うん。まあ、今日はカメタさんはするつもりはないけど、うん、まあ、さっき切る無理やし、うん、まあ、名スナアベ、まあ、俺アベレージはあんまり疑ってなくて、うん、初頭のミーティングの件とかねってなると俺はまあスナパイさんかなっていう。で、俺マット原さんだと思ってるから、まあ、とね、まあ、カメタしてんで、そもそも俺だって右で目撃されてないはずで、で、富士宮視点で童話の情報も合ってるから、キッチンにいたことは間違いない。まあまあ、ベントは使えちゃうから、うん、慎太郎がキッチンいる可能性もあるし、うん、白は出せない、うん、1回目の時って慎太郎さん右に見られてるんでしたっけ。いけない、慎太郎右にはいないと思うよ。慎太郎くんの方の容疑がかかるのか、うん、じゃあ左側だったら、まあ、結局も起こす。まあ一応サボ中なんで容疑者位置に釣りでもいいかなとは思う、うん、まあ僕も含めてですけど、うん、俺ヒットか。まあ、この作業中だから。情報対抗なんじゃないですか。いや、対抗ではなく。ただ、赤目さん、右から来たって。メタちゃんの人とかされてるからは、来てるようには僕は見えてるので。赤目さん、違うってことだから。アベメディアの情報し。うん。ゲンさんが待ったと思うな、マジで。直したのがネロちゃん。おい、おい、まあ俺もやつするかどうか任せます。俺はアプリージはあんまり疑ってないのと、ゲンさんがさっきの、通信室で俺は3人湧いてると思ってて、梅ケンさんも一緒に湧いてるのね。で、ゲン、梅、メイの順番で並びで降りてったのはずなのに、ゲンさんが、俺を容疑者に入れてくるっていう、梅ケンさんキルの容疑者に入れてくるっていうところがめちゃくちゃマットっぽい。絶対に降りてる、 俺が降りてるの分かってなかったら、梅健さんも降りてるの絶対覚えてるはずだから、
その視点でゲンさんがめちゃくちゃマットっぽい。キルはできないとは思うけどね。私とメイヤさん、でもそれって多分同条件で、私とメイヤさんお互いに梅健さんが出たこと覚えてなかった。いや、それは俺はでも後から出してますからね。梅健さん、もう一人いたよねって。通信室ではいた3人って誰でしたっけって出したのは俺です。俺が待ってゲンさんが忘れてるんだったら出すじゃないの。私は忘れてたんだったら3人で下がったこともセットで忘れてるので、後から思い出すっていう思考。だから3人で湧いたってことを覚えてない時点で俺目線があったら覚えって言ってるよ。まあまあいいや。キルはできなさそうなのね。まあ俺目線ゲンさんはキルはできないと思うよ。できない。オッケーオッケー。で、ゲンさん視点は宮君は一応ある。で、あるいやけど俺は議論的には宮君結構白いと思ってる派。うんうん。他がキルしてるかもなと思ってるし、今回すると慎太郎の方をスナッパイさんで置くんだったら、俺目線はやっぱ音質の方からってだったら、ネロちゃんは音質の方に展望から降りてっていうのを見てるから怪しいとは思って、うん、一番ヒット候補だと思う。梅健さんのキルに関してはね、うん、あとね、メタちゃんと今回展望で直してんだけど、はい、確かに直してる時の視界右から来たら分かるね。メタちゃんが右から来るのを俺に見せてくれてたけど、確かに右から来たら見えるわって思った。入力段階で、てか私自身でもね、入力段階で弁当見えるんですよね、あれ。あ、そうなんだ。そう、だから弁当が見えてないのが私は不思議に思ってる。気付けます。まあ、でも、なんか通信側は誰直したの。通信は俺と阿部がいて、俺が直してたんだけど、阿部も重なってきたから、俺は展望側に移動してるとこ。基本的に多分阿部が直したと思う。うん。で、スナパイさんインポスター軸だったらゲンさんマットは分かるし、メイヤさんインポスター軸だったら赤目だが、うん、あのマットはワンチャンあると思うぐらいのレベルで、メイヤさんは俺は白いと思ってるから、基本的にゲンさんの方が人外に見えてるって感じかな。まあ俺ヒットだから、うん、なんともって感じなんだけど、今日はどうする。うん、うわ、まあでもいいかなと思っちゃいました、うん、俺もそっち派だな。する。いや、釣らないことも言っちゃうかっていう。釣らない、大丈夫。釣らないでいいから。ってことは、でも麺屋さん白置きするってことっすね、これ。うん、俺は麺屋さん白置きしてる、うん。ありがとうございます。はい。まあ、やっぱ源さんがそれで俺をマットで全然あるって言うんだったら、多分源さんはほぼマットだと思うわ。その梅健さんの情報を出したのって俺であって、3人目が湧いたっていう、3人目がいるっていう情報を出したのが俺であって、それを同条件とは言わないよね、間違いなく。それが同条件になっちゃうんだったら、先に情報を出す必要、人間が白くはならないからね。っていう点から源さんはマットかなっていう。ゲンさん死ぬの。はい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 。これはなんか僕してほぼネロちゃんでいいと思ってます、うん、バイタルでアベレージ白、うんうん、最後鉱山の扉開けたんですか。ハイブリー、ハイブリーさんか。ハイブリーさんは無理だと思う、はい、ね、ゲンさんってね、キッチン脇なんだよね。降参していいですか。すあれゲンさんマットじゃない。いや、多分待った後キノコで分かんなかった。そういうことサボでね。そういうことか。あるあるよ。キノコカオス中に切っちゃったんだろうな。ミスったね。ミスったね。お、なんか目だ。なんか目だ。おい。目だけ。燃え残りあったよ。いやー、ゲンさんごめんね。いやー、どうもやったこしたね。いやー、やっちゃった。弁当っすよね、多分。うん、メタちゃんの横で弁当から出てる。やっぱ見えるんや。あ、見えるんだね、でも。勉強になりました。よく見てるね。弁当から出てきたのは見えないんだね。いや、見えます。立ち位置によっては見えます。あ、いや、倒れの位置によって、あのパックンがギリ入る隙間が。入力してたらそっち、躊躇してないよ。まあ、いや、見えてないよね。